交流型電車とは交流電革間線用の電車である。使用する電力と主電動機により複数の種類が存在する。新交通システムにおける送電の様子。車体前方の側壁に3本の送電線が確認できる初期の交流電化で試みられた方式。しかし、河川等の送電設備と終電装置を3組ずつ設置しなければならないことや、 速度制御が難しいことから一部を除き普及することはなかった。2020年現在は専用の高架路線を建設するため送電線の配置が容易な、いわゆる新交通システムを除けば安定した出力を保持する特徴を生かしてラック式山岳鉄道で使用されている。スイスのユングフラウ鉄道とゴルナーグラート鉄道、フランスのラルーヌ登山鉄道、 ブラジルのコルコバード登山電車の計4路線の登山鉄道が運行中である。現代のモーターとその制御システムはソリッドステートコンバーターで構築されているため、従来のようにシステムに起因する速度固定の問題も回避している。西欧の複数の国及びアメリカ東海岸で見られる低周波交流電化は交流整流子電動機を利用するのに適したものとして採用された。 このように交流電力そのままで電動機を動かす方式を直接式という。なお、河川電圧のままでは電圧が高すぎるため変圧器を経由して高圧させる。世界の多くの国では商用電源周波数の単相交流を利用する。この場合、直接式は不向きであるため変圧器で電圧を硬化させた後に整流器もしくイリストによる機器を搭載して 炭素交流を直流に変換し、直流整流子電動機を駆動する。変圧器や整流器等を必要とするため、直流型電車に比べれば、車両の製造コストが高額になるが、高直流電車に比べれば低廉である。低周波炭素交流電化方式でも、電気子直波制御方式ではこの方式が一般的だったが、その後参照誘導電動機を使用する方式が、 実用化されたため、例は少ない。低周波式、商用周波式ともに、最近では、VVVF インバータによる制御が広く、用いられている。しかし、単層の高電圧から直接参小交流に変換する、電車用の装置が、実用化されていないため、コンバータで一旦直流に変換した後で、再度インバータに投資参小交流を作り出している。このため、 構造上は、硬直流電車に近く、理論上は、硬直流電車に改造することも可能である。このコンバータとインバータを一つにまとめて、主変換装置と呼ぶことがある。JR 東日本701系交流電車の屋根上にあるパンタグラフと関連機器、左から A が、主回路のメインヒューズ B が、交流開来機、C が、真空遮断機、D が、 パンタグラフの上げ下げに使用するシリンダーに、圧力空気を送るための空気感、E が景気用変圧器を主に新幹線前線、北海道、東北地方、九州島内の JR 在来線で使用されている。各路線の実情に合わせ、50Hz 専用形、60Hz 専用形、50、60Hz 両周波数対応の車両がある。 国鉄時代末期まで在来線では直流電化区間との乗り入れが不可能だった北海道を除けば量産された営業用の交流専用電車は存在せず高直流電車がもっぱら使用されていた。何より国鉄時代に交流電化と同時に地域輸送用の車両が投入された事例が極めてわずかでその中で常磐線と九州北部は 直流区間への直通を考慮した高直療養者であり、純然たる交流電車では711系と特急用である781系があった。これ以外の地域は、もちろん、これら電車が投入された地域でも、客車列車の牽引を交流電気機関車に置き換えただけの列車が残った。なお、長崎本線、佐世保線客車列車置き換えを名目として、 九州向けに製作した713系電車も小規模ながら存在する。もっともサイリス体操制御の実用化以前の変圧器タップ制御ではタップのアークによる破壊やカーボンの付着による絶縁低下などの欠点があり交流専用車にすることのメリットも薄かったが東海道新幹線では電車の床下に収まる寸法の電動機と 河川電圧の上限が低い直流との組み合わせでは時速 200km の壁を超えることは難しいとの判断から蒸気のデメリットを承知の上で交流電化の採用に踏み切った。その後も北海道以外の在来線で交流電車が普及しなかった理由は直流区間への直通誘導列車が多かったことや PCB 問題で 変圧器の製造が見合わされたことなどもあるが、主因は全国的な配置転換を考慮したものであった。分割民営化後は全国規模の配置転換がなくなり、JR 各社はそれぞれの地域にあった車両を製造するようになり、交流電化区間では多くの場合、交流専用の電車を導入するようになっている。特高圧を扱うことから、高直流電車のように屋根上のパンタグラフと、 その配線を支持する外資を大きくして、車体との間の絶縁理覚を大きくしている。その他にも、遮断機、交流飛来機、メインヒューズ、軽気用変圧機を搭載する。位相区分セクション通過時に、室内灯が消えないよう配慮されている。電化方式との直接の関連はないが、在来線交流電化区間を走行する電車の出入り口には、ステップのついている車両が多い。 これは交流電化されている多くの路線において、プラットホームの高さが客車を対象とした列車用となっていることに起因する。国鉄分割民営化以降、客車列車の廃止とホームのかさ上げが進んだことから、ステップを埋めた車両が充当され始めたほか、ホームに合わせて車両の床面を下げる形でステップを廃した車両も増えている。以下、交流電車の一覧を挙げる。 カッコ内は対応している周波数である。電圧値は新幹線はすべて 25KV、在来線はすべて 20KV である。ただし、新幹線と在来線を直通する4 0 0系 e 3系 e 6系は 25KV と 20KV の両方に対応する副電圧車である。新幹線特急系、電車近郊系、電車通勤系、 電車一般系電車電気方式はすべて 25KV60Hz である。電気方式はすべて 25KV50Hz である。電気方式はすべて 25KV50Hz である。電気方式はすべて 25KV60Hz である。電気方式は,は 15KV16 に 3Hz である。日本では旧日本国有鉄道での表記に倣い。 形の字を用いることが多い。コンバータを取り払えば直流型電車への改造も可能である。試作者と牽引車のみ。711系については、国鉄時代、交流電化と同時に地域輸送用の電車が申請配置された唯一の例となった。ただし、この2系列の場合、体幹・大切対策を施した北海道専用車両という側面もあった。 当時フランス国鉄が保持していた速度の世界記録は直流区間で達成されたものであるが特別に歯車比を変更した電気機関車短期による記録である。多くの優等列車の奇襲点であった上野駅や大阪駅自体が直流区間内にある上、日本海中間線は北から交流 50Hz 直流、交流 60Hz 直流と入り乱れている。 変圧器に関しては、高直療養車も同じ条件であったが、国鉄は新開発のシリコン冷却変圧器を485系などの3電源に対応した高直療養車に優先して搭載した。日本の直流電車にもステップ付きの例がある。いわゆる電車線と呼ばれた線区のプラットフォームは、鉄道省時代には現在と同じ高さとなっていたが、 国鉄は交流電化、または自動車導入に際し、費用を抑えるため、当該線区のほとんどの駅で、プラットフォームのかさ上げ工事を行わなかった、小景車輪を用いた低昇化など、ありがとうございます。